自動車雑誌とは、主に自動車や自動車産業などに関わる記事を掲載する雑誌のことである。世界最古の自動車雑誌は1895年11月にアメリカで発行が開始されたザホースレスエージである。日本最古の自動車雑誌は1911年に発行された飛行機と自動車とされる。その後日本では1925年にモーターハンが創刊され、 1955年にはモーターマガジン、1962年にはカークラフィック、1964年にはドライバーなど、現在の主要な自動車雑誌が創刊されている。自動車雑誌には中古車に関する情報誌も含まれるが、日本におけるそれらの発行部数はバブル期がピークであり、その後は顕著な減少傾向が続いている。 日本の成人男女1600人を対象にしたアンケート調査によると87.7%が全く読まないとしている。また、自動車を購入する際の情報源としても回答者の70.1%が自動車メーカーのインターネット公式サイト42.2%が自動車ディーラーの販売スタッフを挙げたのに対して自動車雑誌との回答は30.4% 自動車雑誌に関連して展開されていることが多い。自動車関連ウェブサイトは27.7%に、それぞれ止まっている。次の内容で構成されていることが多い。1980年代前は、中古車の広告も多数載せていた雑誌があったが、中古車専門誌やウェブサイトの充実により、中古車専門誌以外にはほとんど載らなくなった。閲読状況の順位としては、 ベストカー、2位、カートップ、3位、カーセンサー、4位、月間自家用車であるとする2008年の報告がある。1909年7月にザ・オートモビルと解明、さらに1917年11月にオートモティブ・インダストリーズと解明している。株式会社カーグラフィック、カーグラフィック3月号、ブックレビューより、飛行機と自動車。 100年前の自動車雑誌1944年から1947年の間は第二次世界大戦により休館1947年から1996年まで発行し現在は休館。ただし別冊ののすべてシリーズは不定期観光を継続している。ABC 自動車に関する調査自動車購入時の情報源。 メーカーの公式サイト64.0%と圧倒的ネットエージアン。2008年8月27日、20歳から59歳の男女1600人を対象とした調査。ありがとうございます。